大網駅は、千葉県大網白里市南玉にある、東日本旅客鉄道の駅である。外房線を所属線としており、東金線を加えた2路線が乗り入れている。東金線は東駅が起点である。東駅開設当初は、東金線の福田原駅方面に500メートルほど進んだ、JR 東日本大網保線技術センター付近に、あり、東金駅方面から、 千葉駅方面と安保鴨川駅方面、両方に分岐する線形となっていた。そのため、房総東線はスイッチバックが必要であった。スイッチバックが必要な線形については、千葉駅も参照。1972年5月に、当駅と房総東線の線路が移設、高架化され、現行の形態となった。かつての房総東線線路は、 貨物列車用の短絡線として1996年まで使われていたが、新無原駅での貨物取扱い終了により撤去された。これにより、房総東線と房総再線を一周するとき、蘇我駅で車両編成の前後が逆転することとなり、房総半島を循環する列車の設定が困難となった。外房線の相対式ホーム2面2線と、 東金線の島式ホーム1面2線の計算面4線で構成されている高架駅である。両線のホームは離れている。経緯については、東駅の歴史を参照。緑の窓口、指定席券売機、コインロッカーが設置されている。直営駅であり、管理駅として、外房線の長田駅及び、東金線の福田原駅、東金駅、救命駅を管理している。 外防線ホームは全体がカーブしており列車とホームとの隙間が広くなっている箇所がある。そのため1番線は7両編成以上、2番線は全列車に対して駅員が乗降終了合図を出している。東金線ホームの4番線は外防線上り始発列車と東金線から京葉線、外防線に直通する列車が停車する。これに対して3番線は線路が ホーム先端で途切れている。船内折り返し列車の発着のみに使用されている。3.4番線には各ホームと駅構内に LED 式の発車表が設置されている。東金線ホームの東金方面よりには旧大網駅跡地を利用した保線用施設がある。参考資料 JR 東日本全線決定版鉄道地図帳、第4巻水戸 千葉市社管内編、学研2010年3月2019年度の1日平均乗車人員は1万57人で、ある。JR 東日本及び千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り。アミリー大網白里ショッピングセンター駅は、大網白里市の中心部から多少西にあり、周辺は駐車場が多い。市役所は、駅の東側。 700メートルほどのところにある、新興住宅団地も近接しており、東京都心や千葉市、茂原市のベッドタウンとなっている、駅前バスターミナル駐車区出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。